こんにちは、クロトリーフチャンネルです。今日はこちらですね、以前に着生させましたコウモリランのエレファントティス、ゾウの耳みたいなものなんでエレファントティスという名前なんですけども、こちらはその後ということでお伝えしていきたいかなと思います。ちょっとこの釣れるように針金をつけてみたんですけども、こっちの本体に関しては特に変化はないですね。ちょっとこの辺が火傷しちゃったかなっていうぐらいなんですが、特に変化もないので、しばらくですね、またこれ様子を見て日陰の方で管理していきたいかなと思いますので、よろしくお願いします。